こんにちは、どうもお世話になります。どうもお世話になります。1ヶ月ぶりでございますね。本日も第1水曜日ということで、YouTube ライブ配信させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではですね、まず最初にこの、番組初めて見たよという方がいらっしゃるといけませんので、毎度のごとく、はい、この番組の説明をさせていただいた後に、順次いつも通り進めていきたいと思います。お願いします。この番組は、YouTube のライブとして毎月第1水曜日に定期的に開催をさせていただいているんですが、このライブという、生放送感を大事にしたいということで、チャットの方にいただいたご質問であったり話題だったり投げかけに対して、全てそれをメインにお答えをさせていただきながら、方位のことだったり、暦という時期のことであったり、そういったものの、悩みというよりは、どうなのというものに、対応しながら、進めていく番組となっております。でその質問とか、投げかけに回答していただけるのは、こちらでは私、有限会社西企画西俊久です。運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。最近最もショックだった出来事は東京駅でお財布をなくす。よろしくお願いいたします。あらららら、お財布なくしたんですか。はい。あれ、じゃあもうないんですか。戻ってきました。あ、戻ってきました。さすが日本、はい、すごいですよね。あー、すごい。死ぬかと思いました。しかもその日に限って行きの電車の中で翌週行く大阪出張の往復の新幹線チケットもお財布の中に入っている。なるほどなるほど。当然クレジットカード入っていて、これは良くない例なんで気をつけていただきたいんですが、健康保険証とマイナンバーカードも入っていて。おお、マイナンバーカード持ってるんですね。はい、かつ運転免許証も入っていて、最終的に一番苦労したのが、私西俊久ですって証明するものが何もないので、駅の窓口から何から何まで何も証明することができずにすごい苦労するという出来事が、本当死ぬかと思うぐらいショックな出来事でした。結局どこだったんですか。新幹線の駅のホームに向かう階段に落ちていたそうです。ほー、僕は新幹線の中に落とした、もしくは忘れたと思ってずっと終点の長野駅に電話してたんですよ。ちなみに今落とし物は長野駅だのなんだの各駅では一切管轄してなくて、全てこう忘れ物センターというところで一元管理してるみたいなんですけど、でもそれ翌朝の8時とかじゃないと対応してくれないんですよ。だからどうしたんですか。とりあえずクレジットカードは死にました。もう即止めました。でそこからはメール対応です。チャット対応みたいなのがあって、で忘れ物した状況とかを説明すると翌日メールが返ってきてみたいな感じで、東京駅にありますって言われて、おで送ってもらいました。じゃあスマホは持ってたんですね。スマホを持ってるのと、その時の切手は手元にあったんですよ。はい、切符。そうそうそう、切符。切符。だから帰ることができちゃったから、なおさら。なるほどね。そう。帰れたんだ。そうなんですよ。もう皆さん、言いたいことはいっぱいありますが、とりあえず
カードは2枚持った方がいいです。1つは外出用の落としてもいいやつと、もう1つは今公共料金の支払いとか、うん、いろいろなのをカードに紐付けてる方多いじゃないですか、うん、ポイントもつくし、うん、そっちを落としちゃうとすんげえ大変なシーンで、この公共料金の支払いに使っているカードは家の金庫の中に置いといた方がいいっていうのはおすすめいたします。なるほど、これはあれですね、うん、身をもって学んだという。学びましたね、うん、生まれて初めてなんですよ、お財布落とす、うん、はい、あとはどこかに忘れてくるっていうのもないので、うん、全てのものをお財布の中に入れておくと自分を証明することができないから、お財布もあなた誰ってなっちゃいますよっていうのは声を大にしてみたいです。で結局どうやってその確認をしたんですか。中に入っているものをめっちゃ細かく言ったら、うん、分かりましたって言って特例で見て、多分これ 言うと JR の人とか怒られちゃうと思うんですけど、うん、顔写真とか見ないですね。見ない。あで一応は、逃げ道はありまして、うん、自分の代理人を立てて、うん、代理人への委任状を書いて、うん、この代理人の方が私はこういう ものですって証明できれば、うん、一応受け渡しはできる。あの連帯債務みたいな。そうじゃああなたの責任ねってできればいいらしいんですが、うんうん、それはね郵便局でも、うん、駅の窓口でもしないで済みました。ああそうですか、うんうん、まあでもまずは見つかってよかったですね。本当にこの世界まだまだ捨てたもんじゃないと思いましたが、それ今一番ショックな出来事として9月の思い出なんですけど、他にも9月はいろいろとバタバタありまして、うん、げっそり疲れた9月でした。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、西俊久先生がまずお答えをしていただけると。で私はあのパーソナリティという形で、はい、進めさせていただいております、うんうん、最近一番良かったことはゴールドカードで免許更新の通知が来たから30分の研修で大丈夫という佐藤秀光です。どうぞよろしくお願いします。これ佐藤さん、もしかして人生初じゃないですか。2回目なんですよ。あ、そうなんですか。2回目、すごい、うん、ただ前、うん、そうちょっとねやってしまいましたね、うん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 、そこから長かったですね。そうですよね、うん、ちょこちょこやっちゃってもうそれでダメなんですもんね。もう何が嬉しいかってゴールドカードですよ。わ、うん、かりますよ、うん、僕まだですもんそれで。知ってました、うん、免許更新で免許センター行った時に、うんうん、来年の1月からはもう全面的にらしいんですけど、うんうん、現金 NG なんです。あの消費が、あなるほどね。そう、はいはい、もうね私はもう声を大にして、うん、憲法違反だって言いたいんですけど、はい、で現金の場合の逃げ道もあるんです。その場合はね、うん、なんかあのコンビニとかそういうところに行ってやらなきゃいけないので、うん、すぐにはなんか対応ができないんですって、うんうんうん、であのキャッシュレス決済、うんうん、まあでもねゴールドカードの私は30分で済みますから、うん、はあ、2時間半だったかな前、うん、あとしかもあれですよね、下手すると別日でこの日に来てくださいみたいな予約が必要だったりとか。本当ですか。それ警察署でやる時、そうそう、それがなかった場合には、うん、その本庁とか本社じゃないけど、うん、この場所に来なさいみたいなのがあったりとか、うん、まあ面倒くさいです。私は免許センターで、うん、更新をしようと思ってるのは、うんうん、まあ、献血がね、うんうん、献血センターがあるんであれなんですけど、長いんですよ。2時間半だったかな、ね、しかも最近結構厳しくて、厳しい、寝てたらすんげえ怒られる、うん、認められない。30分なんてもう本当に、ね、あのちょっとお話聞いてればもうすぐ終わっちゃいますよね。あれ何年でしたっけ。ゴール分からん、何しろほら、うん、今まで一度もない。おお、そうなんですね。5年で無違反だけじゃなくて多分ね事故もダメなんですよ。無事故無違反で5年。もうね今回開いた時に、うん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 、あの感動ってないですよね。いやー分かりますよ。30分ですよ、うん、そ
そうなんですよね。30分ならね、どんだけね眠たくたって起きてられますよ。これね、僕今まで一度も、まあ、今年で47になるんですけど、今まで一度もゴールドなくて、でもしょっちゅう事故と違反を起こしてるんだったら諦めますよ、自分のそこの悪さに。4年半に1回ぐらいやるんですよ、一時不停止とか。それで今まで一度も取れてないんで、今本当にもうちょっとって思ってると思う。あれ次あたりは、次はねいけそうですか。今のところ当然無事故無違反です。はい、ね、ちょっと待ってくださいね。次は、あ、まだまだ先です。2026年。おお、でも次はゴールドいけそうです、ね、いきますいきます、ね、無事故無違反です。何もなければね、はいはいはい、はい、いけるということで、まあ、いや、2年長い、はい、長いですよ。はいはい、はい、私は、うん、これで更新期間も伸びるんでしたっけ。そうですよ ね, ね。あとなんなら保険料も安くなる場合があります、うん、ゴールド免許の方は。なのでちょっと今それが、いや、おめでとうございます。選ばれし人間になれたら。確かに、はい、確かに証明ですからね、安全運転。そうですよ、この安全運転の証明。いや、うん、まあ運が良かったのかもしれないですけど、うん、まあ安全運転の証明ですよ、うん、本当ですよ、はい、我々毎日乗る人ですからね。うん、うん、いや良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます、うん、ということでこの2人でお送りをさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、では早速進めさせていただきたいんですが、はい、チャットの方にもうありがたくももうコメントをいただいている方がいらっしゃいますので、うん、そこからスタートさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。まず上村上村奈美さん、はい、こんばんは、よろしくお願いします。 お財布戻ってきてよかったですということですね。本当にありがたかったです、うん、いろいろな学びになった、うん、お財布の出来事でした。なんか前聞いたんですけどね、うん、成功の数よりも、うん、失敗の数が多い方が成長するらしいですね。確かに、うん、確かに、うん、ただそれが言えるのは、うん、しばらく経ってからです。今ショックだね。あ、もう帰りの電車の中なんてずっとこんなもうね、なんで丸々したんだ、いつもだったらしなかったのにっていうのが10個も20個も重なってっていう。でもジュニア先生中身を覚えてたってすごくないですか。うん、だからその日によってよりによってがいっぱい重なってるから、うん、ああ財布の中身を覚えてたんですね。だから現金はね、うん、ぶっちゃけもうどうでもよかったから、うん、現金のことだけ教えてくれるんですよ。現金がいくら入ってましたねって言われるんですけど、うん、あ、それ全然わかんないですけど他のもの全部言えますって。へえ、っていう感じでした。うん、でもああなってくると本当現金ってどうでもいいもんです。もうね、うん、多分私は中身が現金を含め、うん、多分ほとんど言えないので、うん、そこに免許証が入ってるってことだけは言えるわけですよ、うん、だからその免許証の顔と私の顔を見比べてくれ、うん、もしくはそれ以外の方法しかないしか言えないですよね、うん、あ、免許証大事ですね。僕もしかしたらお財布と免許証を分けることになるかもしれない、うん、あ、私多分免許証入ってるから気をつけてるんだと思います。分かります。正しいですよ。そうそう、免許証が入ってるものだから正しいです。これね、お金だけ入ってたら、うん、あ、なんかなくしちゃったで、もしかしたら終わっちゃってた可能性ありますよね。僕も、うん、お金しか入ってないんだったらもう僕だってもう47歳、うん、有限会社に資格代表取締役ですからもう現金の、ね、だってね、セレブですから。そうですよ、現金のね、5000円札ぐらいだとちょっとうんって思いますけど1000円、2000円ぐらいだったらあ、もういらないいらないってなりますけど、免許きついっす、うん、免許証はね、うん、意外と全ての、うん、そのほら身分証明になってるんですよね、うん、免許証取ってから写真付きじゃないともう自己証明として成立しない、うん、で、僕は、うん、パスポート持ってないんで、これもダメなんです。ああ、いや、私も持ってないです。でも、うん、免許証だけなんですよ。じゃあ、我々2人とも日本国民の証明がないんですよ。そうなんですね。そうなんですよ、うん、だからもう本当に、ああ、これどっちかを落としてもどっちかは、うん、あとクレジットカードも割と簡単に止められたのは、うん、1個しか公共料金の支払いと紐づいてなかったんですよ、うん、
だからすぐ変えられたんですけど、うん、全部の支払いをカードに紐付けてる人って相当やばいだろうなって思いました。いや、うん、もうあの上村さんがおっしゃる通り戻ってきてよかったです、うん、ということで、本当、はい、おかげさま、あのこの世界のあらゆる存在に感謝しました、その日は。うん、よかったです。これが引きずらなくてね、まだ見つかってないとかじゃね、あ、うん、本当よかったですよ、うん、はい、本当におかげさまです。ありがとうございます。日頃の行いのおかげですね。まあ、ありがとうございます皆様のおかげさまでもございます、はい、ありがとうございます。続きましてセブンジーナオエッサさん、はい、こんばんは、まあまあ、見つかってよかったですね。私も山手線で網棚にカバンを忘れて、うん、一周回ってきた車内でそのままの状態で見つけることができました。すごい。すごいなそれ。一周どうして一周。だから一周待ってたんじゃないですか。すごいそれ。うん。セムジーの大沢さんすごいですね。いや、うん。うん、だって多分ね、そうしないと終電でになるまで忘れ物にも届けられないし。あれ山手線って周回じゃないですか。うん。うん、あれって何週に1回ぐらい車両変えるんですか、それとも1日？ああ、わからないです。1回、ね、あのバイト20代の前半に、うん、夜中まで飲みすぎて朝方帰った山手線で3週ぐらい寝続けたことがありますけど、通勤ラッシュの中、ね、起こされもしないし、もうずっと3週回ってました。そうですよね、うん、全然車庫に入んなかったです。いや、山手線ってそういう意味ではすごいですね。うん、すごい、ね、確かにエンドレス、うん、エンドレス、うんうんうん、あの素晴らしいですね、千人長瀬さん、うん、そう、起点がすごいな、うん、一周待とうっていう、ね、うん、ね、僕もそんなのがわーってなって、うんうん、そういう時に人間力が試されますね。でもきっと千人長瀬さんは、うん、降りたじゃないですか、うんうん、で、あ、カバンと思った時にドアが閉まり、うん、あーって見送ったんでしょうね、うん、あ、確かに。その時はやっぱり、うん、あーってもうどうにもならない気持ち、うん、と、このそこで冷静になれるかどうかですよね。そう、うん、まあね、2回も3回もやったことがある人だったらキャリアがあるんでしょうけど、うん、そうじゃないとね、本当にね、あーって思わず声が出ちゃう、あーつって、うん、なんかそこ、うん、まあ私は一回あの会社で、うん、始末書を書くものを忘れたっていうなくしたというものありましたけど、うんうんうん、それ以外もしかしたら記憶が消えてるだけで何回かなくしたことあるんでしょうね、うん、何かしらね、ね、うん、あるんでしょうね、うん、まあその思い出がありますよ、あの、うん、うちの支店でも、うん、過去に、うん、もすごい上司の人も含めて、うんうん、新入社員から1年目か2年目ですよ、始末書を書いたキャリアを持ってる人って2、3人なんですよ。その2、3人の人たちと、うんうん、お前も俺らのグループだなって言って仲良くしていただいた記憶があります、はい、それぐらい珍しいね、団結力が高まる忘れ物だったんですね。で、残してるんですよ、うん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 、始末書の書き方っつって、あの自分の機械を、それで秀光って無言でこれ役に立つからこっちは新人としてめっちゃ落ち込んでるでしょうし、ね、そうです、もう、うん、あのこんなんで、ただ始末書の意味は知らなかったですからね。ああ、まだまだ本当に新入社員であの、うんうん、なんですけど、確かに無言でね、うん、秀光いろいろ大変だったな、これで大丈夫だぞ、うん、っていう、もういい先輩でした。いい、昔はカーボン用紙でしたね、副車がね、なるほどね、こういうのは挟んでやってました。はい、すいませんでした、とんでもないことでございます、はい、続きましてミカさん、はい、こんばんは、こんばんは、今回で2回目です、よろしくお願いします、うん、ありがとうございます、前回と今回2回連続でありがとうございます、ぜひ今日も楽しんでいってください、はい、で、あと気軽にチャットの方に入れてください、はい、はい、続きましてカリカリベーコンさん、はい、こんばんは、こんばんは、おお、FP2 級無事合格しました。おすごいじゃないですか。 FP2 級って確か合格率 20% か、うん、もうかけるかぐらい、うん、この近辺じゃないですか、うんうん、すごい、素晴らしい、すごい、あの大人になってから試験受けるってやっぱ大変ですよね。
大変です。その合格率に関係なく、うん、大変あのやらなくちゃならない日常の課題がいっぱいある中で、この日って決まった試験に合わせて勉強して受かるって尊敬します。特に FP2 級は試験日で決まってるタイプです、うんうん、まあ、あの随時っていうのもありますけど、うん、申請するタイプじゃなくてね、うん、この日だよっていうのがね。でしかも FP2 級技能士っていうことは国家資格です、うん、素晴らしい素晴らしい、うん、こうすごい広い幅広い知識をお持ちの証明というか、うん、おめでとうございます。素晴らしいです。はい、続きましてアイスさん、はい、こんばんは。こんばんは、佐藤さんありがとうございます、うん、私は9月の誕生日なので、うん、今月中の書き換えでしたが、うん、すっかり忘れてしまいました。ほう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 、もうあ忘れてましたと、うん、忘れてました、言ってください。命の恩人、感謝申し上げます。あ、ぜひ言ってください。そう、確かですよね、誕生月、翌月の誕生日まで言ってるんですよね、うん、それがね、うん、免許証の更新を忘れた人確かいたな、きっちマジで僕の周りでもいます。あれえらい大変なんですよね、うん、あの二度と戻れないぐらいの後悔します、うん、なんかあの ほんと大変らしくて、うん、でそれだけ重要証明書なんですよね、うん、あれって、うんうん、だから本当、うん、いやなんか思い出していただけてよかったです、うん、あ、私行った甲斐がありましたね、うんうん、はい、まあ、まだあと1ヶ月あるって思わない方がいいですよね。そう、いや、ね、ただね、今、うん、私がそう思っているので、うん、逆にアイスさんのこの言葉を聞いて、うん、来週行ってみます。あ、そうなんだ、うん、これで、うん、どういうこと、どういうこと。私は10月21日が誕生日なんです、うんうんうん、だから多分9月の21日、うん、22日から、うん、更新可能、11月の20日までが更新可能か、うん、21かもしれないですけど、うん、更新可能だと思うんですよ、うんうん、で通知でゴールドカード、うん、30分って書いてあるのを喜んで今に至るわけですよ、うん、ここにまだ金色のカードはないんですね。ないです。あ、もう入ってくださいよね。いや、もうアイスさんのおかげさまです。本当あっという間です。ね、うん、いや私はもうとにかく喜んでて、うん、あのどんだけ自慢してやろうかと思ってたんですけど、うんうん、アイスさんのこの言葉がなければ、うん、私もやばいと。もう瞬きしたら11月になってますよ。ね、本当に。あの、うん、アイスさんありがとうございます。あの近々というか来週。お二人とも行ってください。行ってきます。うん、続きましてセブンジーナオエスタさん。山手線は終電がないため、うん、駅員も取りに行くタイミングもないみたいで、とりあえず降りた駅のホームで、うん、同じドアの場所で待ち、うん、着いた電車に入っては確認して、おお、すげえ、カバンなければすぐ出て、繰り返しました。だいたい1時間前後の電車で見つかりましたよ。クレバーだなー、すごい。それ僕思いつかないな。いや、このあとでもう一つ、うん、うんうん、我慢強そうね。私多分、うん、途中で、うん、やめるかって思っちゃうかもしれない。あの焦りもありますしね、早く取り戻したいっていうね、うんうん、で、いろいろ考えるわけですよ、うん、多分ですよ、多分ですよ、うん、あのカバンの中に何入ってたかな、うん、っていうのを考えて、うんうん、財布、まあ俺金入ってないし、うん、カードもなかったな、うん、ってなると、うん、よし、うん、諦めようみたいな感じになる可能性があるわけです。なるなる、パソコンでも入ってない限りはそうですよね、はい、そうですね、うんうん、ましてですよ、うん、その日に限って、うん、財布は別のカバンに入ってて、うん、あの、うん、衣類だけとか、うん、もう完全にスルーしそうですもんね。衣類だったら諦めるかな、うん、僕も、うん、いや、セブンジー直久さんの、うん、この継続的な我慢強さと、うん、あとは起点と、うん、あの頭の巡りっていうんですか、うん、あの素晴らしいなと思います、うん、あともうこれであれですよね、うん、みんな山手線の中で忘れ物したとしても、うん、1時間あれば戻ってきますから。そうです、大丈夫ですよね。はい、もうあの逆言えばですよ、うん、その位置から外れないようにする、うんって思うでしょうね。あれですよ、あの山の中で遭難したら、うん、むやみに動かない、動かないその場で待つっていうのと同じですよね、うん、さすがです。あの こういう生きる力、うん、あの教えていただきました、ありがとうございました。で、うん、ではあの今コメントの方がですね、はいはい、一旦落ち着きましたので、はい、毎月、うん、
恒例の運勢に行く前に、はい、有限会社、西企画代表取締役社長、西俊久より、どうしても伝えたいことがあるということで、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ただいま、有機こよみ2024、絶賛販売中です。知ってるよっていう方も多いと思うんですが、こう一言言わせてください。めっちゃお問い合わせがあります。まだ売ってますかっていう、どこで売ってますかとか、いくらですかっていうお問い合わせはほとんどないです。だいたい、SNS かメールお電話で届くのが、もう売ってないですよね、もうないですよね、なんとか買えませんかっていうお問い合わせがめっちゃ届きます。多分8月の8日で終わった先行予約限定の販売、これとね混同してると思うんですけど、有機こよみって9月9日発売なんですよ。そっからめっちゃ売ってます。それはもう在庫置き場に段ボールでいっぱい在庫があるぐらい いっぱい売ってるんで、しかも、この YouTube に関しては販売窓口もリンク先がありますので、ウェブショップでお買い求めいただけます。完売は多分ね1月いっぱいまでないですので、まだまだ売ってるよっていうことだけぜひともお見知りおきを、まだ周りで欲しいよっていう方がいらっしゃったら、いやもうないかもねとか言わないで、もうそれはもう売るほどあるんで、ぜひとも皆様ウェブショップにてご購入をお願いいたします。現場からは以上です。今ね、初めて見たんですよ、私。なんか、帯ついてません？帯？それね、これ前もなかったですよね。ナイス。このね、赤いのがこう、要はこういうとこですよね。はい、グループ分け、グルーピングがされてるんですね。予算がない中で、知恵を絞って試して、今回のプチリニューアルなんですが、これね、例えばこれ使いやすいじゃないですか。いいでしょ、これね、しおりつけると、それで原価が上がっちゃうっていうのもあるんですけど、めっちゃ不良も増えるんですよ。一回やったことあるんですけど、だからしおりつけるのはなしだなと。で、あとね、こういう手帳とかにありがちなこういう付箋っぽいのをつけるっていうのもすごい高いんですよ。いや、これ分かりやすいの。そうなんですよ、こううまく上手に活用してもらえれば、これから何ページだったかなって思わなくてもね、パーって使えるんで。そうそう、ここのね、そう、これね、これすごいですね。今ちょっと見てて発見してました。そうなんですよ、だからコストも限りなく落として、その分だけそこの構成とか、そこのデザインとか、ここも買ってる。そっか、いろいろと微妙にプチリニューアルしまプチリニューアル探しもいいかもしれないですね。本当に本当に気づいていただけると嬉しいです、ね、プチリニューアル探しはいいですね、それ言うなら暦って去年のまんまコピペできるページの方が少ないんで、ぜひとも探してみてください。プチリニューアル探しも、一つの楽しみでございます。その前に、売ってるってことで、そうです、売ってます。今売ってますね。めちゃくちゃ売ってるんで。売るほどあるそうなんで。あります。1月まで在庫を切らしたことが過去20年間一度もないんで、ぜひとも1月まで、2月に入ると結構微妙です。3月に入ったらもう翌年の、翌年に使う分をストックしとかなくちゃなんないんで、もう限定になってくるんですけども、ぜひとも1月までだったらありますので、焦らずご購入いただけます。よろしくお願いします。ぜひご購入ください。よろしくお願いいたします。では、毎月、恒例の、今月の運勢2023年10月ということでお願いいたします。ありがとうございます。10月の8日関路から11月の7日までの1ヶ月の暦を読み解いていきたいと思います。お手元に有機暦2023緑色の暦がある方は135ページ136ページを開いてください。ポイントが3つありまして、1つ目が
一番目立つ土曜です。もしも今日初めてこの暦を見たっていう方は、何これって思う方いらっしゃると思うんですが、弊社の発行する有機暦のマンスリーカレンダーでは21日から11月の7日までの期間をグレーに塗りつぶしてあるんですね。なんだこれグレーに塗りつぶしてあるのはっていうのは、土曜と呼ばれる季節の変わり目をすべて塗りつぶしています。塗りつぶしてある期間はすべて土曜という期間です。これで季節で塗りつぶしてあるのは土曜だけです。春の期間は塗りつぶしてないし、夏も塗りつぶしてないです。土曜と呼ばれる季節の変わり目だけグレーに塗りつぶしてあって、その意図が不安定な注意の期間っていうところで、みんなに気をつけてほしくてグレーに塗りつぶしてあります。というわけで10月の21日から11月の7日まで、この期間の過ごし方はただ一つ、慎重に。慎重にの定義は、いつものこともいつもと違うこともとにかく速度を落としてゆっくりやること、それが慎重にということになります。これ1点目のポイント。これから僕たちが迎える季節に、季節じゃない、10月には土曜がありますよっていうのが1点目。2点目が休息の10月であるということ。休息の10月という情報は135ページの左上、10月神奈月休息って書いてあると思うんですが、この休息の意味合いがあんまり頑張んなくても大してリスクのない停滞期であり、補給養生優先の月っていう意味です。運勢としてはみんながぎっくり腰になるよとか、あとは落ち込みやすいよとか、体調崩すよとか、そういう時です。そこでできれば休日の確保、休まるような予定を各週に散りばめていただけると休息の10月らしい過ごし方になります。ただこれは僕の実感なんですが、9月運を動かせてるし、また運が動いてるんですよね。そうするとその惰性感性で10月に入ってからもバタバタした日々が続きそうです。特に今実際仕事が忙しい、人間関係が充実している、自分なりに運を動かせたって実感がある人は、10月の7日でパタリとその流れが止まることなく、10月の8日以降、休息の10月に入ってからもその縁が、その仕事が続くと思うんです。そうすると成り行きに任せていると休めるどころか、体調不良や疲弊が重なった以降もずっと忙しくなっちゃうと思うんですね。というわけで今みんなにご提案したいのは、とにかくまず10月の休日、休息の予定を確保してから9月の残り期間運を動かしていきましょう、忙しくしていきましょうっていうのがポイントの2つ目です。休息の10月である。でポイントの3つ目が、土曜中に木のえねの日があります。木のえねの日って僕が一番好きな吉日です。これ新しい流れを生み出すのに最適な60日に1回の吉日が11月の2日にやってきます。普通のスケジュール帳カレンダーには木のえねの日って載ってないんじゃないかな。暦には大体載ってます。暦、なんとか歴って言われるものには木のえねの日って大事な吉日として載ってると思うんですが、あまたある吉日の中で一番僕が好きで、実際暮らしに仕事に生かしているのが木のえねの日です。ただもう土曜中っていうのがポイントでして、いつも通りにこの木のえねの日を上手に利用しようと思ったら、土曜前に立てた計画の実行は土曜中でも OK というこの法則を使わないと、土曜に入ってから思いついたことを木のえねの日だからいいですよねって言ってやってもそれは土曜だと思います。11月の2日に木のえねの日があるということが分かっていて、10月の20日までに予定、予算、
予約した11月の2日木の上ねのスケジュールは一切心配なくそのままいつもの木の上ねとして使っていただいて OK。 一方で土曜に入ってからあれ買いたい、あれ欲しい、これ始めたい、これ終わらせたいと思ったことを11月の2日に載せたところでそれは土曜になりますのでご注意ください。3つ目のポイントは土曜中の木の上ねの日の動か使い方になります。以上です。ありがとうございます。まず、ジュニア先生がおっしゃっていた、10月、はい、季節の変わり目、もう冬なんですね。冬に向かっていく、はい、その季節の変わり目、秋は終わります。暦には西比較さんの雪暦には、はい、しっかりとグレーというところで表示されているこの期間、この期間の土曜、季節の変わり目、ここを慎重に、はい、過ごしましょうねというのが1点目、2点目というのがここ急速、上に10月に書いてある急速 でも、9月が忙しかったはずだから、はい、まだ残ってる可能性もあるよと、はい、でもしっかりと休む予定を入れてから、その対処をしましょうねというのが2点目、はいはい、で3点目はこの土曜のところ、11月の2日に赤いのがここ有機小読みには赤く木の犬って書いてあるんですけども、目立たせてあります。はい、この木の犬というのはこと始めであったり再出発であったり、はい、リスタートみたいな感じですけど、はいはい、これはいつもの木の犬とは違って土曜の中だから、はい、土曜前に計画を、はい、したものは土曜中に実行するのは OK、 不安定じゃない、うん、という法則をうまく活用できるように前もって、うん、活用方法を決めておきましょうという、この3つ、はい、この3点、うん、ということでございましたが、うん、10月、うん、ね、あっという間に急に涼しくなりましたね。本当ですね。暑さ寒さもなんていうお彼岸の言い方ありますが、うん、ちゃんと小読み通りですよね。来ましたね、うんうん、いやなんか、うん、庭の木とか見てると、うん、あ、やっぱ来るんですね。来る、ね、来ない時には本当に来るんかなって思いますけど、うん、ちゃんと来ますよね。うちの鯉がね、うんうんうん、去年の秋もちょっと元気なくなったんですけど、まだ暖かかったんですよ、うん、なのに、うん、具合悪くなったんですよ。で、薬浴って言って、ニューグリーン F っていうのをこう入れてですね、治療して今回復したんですけど、素晴らしい。やっぱり秋は来てるんだなと。それ、動物で言うならば、うん、それこそ毛の換毛期もちゃんと来ますしね、うんうん、ちゃんともう季節の変わり目着々と近づいてきております。ということはもう冬、うん、冬ですね。もうこの冬を目前にして、冬になったら人ってずっと寒いと安定して寒さに対応できるんですが、うん、その変わり目でやっぱりぎっくり腰になったりとか、うん、体調崩したりとかする。それと重なる10月の土曜だから、うん、結構ビビってます。だってぶっちゃけですよ、気温が1度変わっただけで、うん、平均気温が1度変わっただけですよ、うん、もうこれだけ今年の夏だって暑いとか、うん、確かにあるじゃないですか。あった。だから人間っていうか動物とか生き物にとって1度の違いってすごいと思えば、うんうん、やっぱりこの変わり目って、うんうん、やっぱり体も適応しようとしてるんでしょうね、うんうん、だきっとそうなるから、うん、まだ実感がない人も土曜を運勢として捉えるのではなくって、うん、そういうリズムだと思ってちゃんと予定に組み込めるとだいぶ過ごしくたら楽になると思います、うん、というジュニア先生の暦を読み解いて、注意していただきましたけど、うん、私もそれを注意しながら、うん、ちょっと10月は過ごしてきていってみたいなと思っております。僕も今偉そうになんか言ってますが、僕がいつも木の上ねの日の準備をするのって前日だったりするんですよ。あ、歯ブラシを交換したいんだけど新しい歯ブラシ買ってないなとか、あれもこれもまだ木の上ねの日先だから準備しなくていいやって思っちゃってるんですが、僕が普段の木の上ねの日そうしてるゆえに、やっぱりみんなに言いたいのが、いつもの調子でそれ木の上ねの日やってると土曜になるよ、
10月の20日までにどれだけ土曜中の予定を立てられるかっていうのは、僕も含めてみんなで一緒に暦を読んでいただけると嬉しいです。これあれですよね、10月の21日、うん、まあこれはあのですね、うん、変わらず、うん、私の誕生日なので、はい、大体ね、うん、高校の土曜始まる。そうすると、うん、でその日が木の枝なら、うん、別に注意する必要ないですよね。だから大体前日までにやるんだったら。おっしゃる通り。でも今回は土曜の中ですよね、うん、結構だいぶ。そうです、おっしゃる通り、うん、とすればやっぱ注意していかなきゃいけないんでしょうね。注意していかなくちゃいけない、うん、あのすぐ土曜来るで、そうなんですよ。前土曜だなと思ったら、そう、だから季節ってね。そうなんですよね。さすが五季っていう、まあもう365日4分割じゃなくて 5分割ですからね、うんうん、いや来るんですよね。で最近思ったんですよ、うん、このほら木々もね、うん、ちゃんと暑い暑いって言ってても一応季節来るし、うん、とかって思ってて、うん、盆栽、うんうん、やりたいなと思って。ああ今流行ってますね。あのね、庭木を剪定したんですよ、うんうん、こう剪定にハマっちゃって、うんうん、もうね、うん、毎回庭木見るために、うん、家に入ってるなとか、うん、もっとこう広がりを見せるように育てるためにはここ切らねえといかねえなとかっていうのが意外と楽しいということと、季節のね動きが感じられるじゃないですか。確かに確かに、ね、いやボタニカルイヤーですね。いやね、盆栽やってみたいんですよ、うん、ただこれね、盆栽趣味にしてる人に、うん、ごめんなさい、あの、うん、私はですよ、うんうん、今まで会ったことないですよ、うん、あ、本当に、うん、だから盆栽の始め方もわからなければ、うん、あの師匠と呼べる人もまだ、うん、要は見つからないわけですよ、うん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 、でも盆栽結構やれてたら、うん、庭木の剪定も含めてあと季節を感じるっていうこの体、うんうん、もうなんかちょっと整えそうですよね、ボタニカルイヤーに。なぜか、うん、僕のインスタリールにはめっちゃ盆栽情報入ってきますよ。本当ですか。ミニ盆栽もあるし、うん、苔玉とかもあるし。ああ、いいですね。まあ、いろんな世界が、うん、いろんなアプローチがあって、うん、ちゃんと書いてありますよ。本当だ、盆栽。そんなにね、お金かけなくても、うん、中にはね、奥の盆栽もあるらしいんで。これぐらいでいいんですけど、こう毎日その木のたもとにその縮尺で自分を置いて、うん、ああ、こういうところにいるんだなみたいな自然を感じてみたいっていう。あれって世界らしいですからね、うんうん、盆栽ちょっと興味がありです、うん、まああのボタニカルイヤーということがそうさせてるのかもしれませんが、うんうんうん、あの盆栽いいなって思います。いいっす、いいっす、癒されます、はい。まあ、もし私が始めてよかったら、うん、間違いなくジュニア先生に了解進めますよ。了解了解、はい、うん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、ということで、はい、まず、うん、今月の運勢というのは 毎月やってます、はい、でここから事前にいただいているご質問が、はいはい、を、まあ、こう投げかけてお答えしていただくんですが、はい、もちろんチャットに入っているものを、うん、優先させていただきながら、はい、これは質問じゃなくてもいいんです、うん、あのオラコだぞとかって言っていただいても全然構わないです、うんうん、でそれを入れていただき会話をしながら、うん、事前にいただいた質問にもお答えしながらやっていきますので、はい、この引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。ではですね、はいはい、コメント2ついただいてます。ありがとうございます、はい。サンキンさん、うん、オンラインショップから先日購入して先日届きました。ありがとうございます。表紙素敵です。ありがとうございます。今年今までで一番表紙褒めてもらえる気がします、うん、ありがとうございます。バンとインパクトありますよね、この、うん、バンですね、うん、確かに、うん、あの何かしらの物の形状じゃないんですけどね、うん、なんかこう、うん、おお爽やか、うん、であったり、うん、なんかこう空とか宇宙とか、うん、なんかいいですよねこれね。これなんかありがとうございます。鳥の羽に見える。そうなんです、これね、うんうん、もう、まあ、鳥いるじゃないですか。我々よりも一足先に未来へ向かって飛び立った鳥、うんうん、先導の鳥がいるんですよね、明日に向かって、うんうん、ここにねついてこうぜっていう感じです。
もしあのお手元にあったらもちろん見ていただきたいですし、うんうん、お手元に受け取ったら、うん、こういうところも探してみていただければと思います、うん、表紙に込めたさまざまな縁起に関しても小指の中には説明が載っているので、そちらもぜひご確認ください。ちなみにこれもそうですもんね。そうです。どこかを探すと、はい、ここにクローバーがあるんですけど、はいはいはい、というようなものもクローバーもあるし、はい、蝶々も載ってるし、うん、4羽の渡り鳥がここに隠されていたりします。まあ、そういった表紙を楽しむっていうのも、うん、有機小指の縁起ですから、楽しみ方でございますので、うん、ぜひちょっと探してみてください。はい、はい、続きまして、はいはい、美香さん、はい、知りたかったことです、うんうん、ペットの方位の取り方について教えてください、うん、ペットや、ま、ペットと混同してはダメだと思うんですが、ワンセットで説明できるのが子供、うん、中でも特に乳幼児と呼ばれる小さなお子さんは西企画では親を通して、もしくは飼い主を通して、この人たちに、自分たちを媒介して犬や猫、子供たちにエネルギーを渡していくと考えられます。そう考えると、この小さな子供たち、この犬や猫たちの吉時期はいつなのか、吉方位はいつなのかっていうと、親である主人である私にとっての吉時期、吉方位が彼ら彼女らにとっても良いエネルギーであると考えますということでございます、うん、まあでもそれすごくわかります、うん、だってね、うん、まあ、飼い主って言い方はあれですけど、家族として、うん、常に、まあ、ペットはそうですけど、うん、まあ、乳幼児もそうですよね、うん、親の影響、まあ、その育てている自分の影響なくして、うん、やっぱりないですよね。ない、うん、すごく大切な家族として、うん、ありがちな危険な考え方が、うん、私のことはどうでもいい、うん、この子さえ良ければそれでいいんだという理由で、私が運を損なってしまうと、その最も大きな被害はこの子たちに出るんですよね。まあ、要は影響してしまうってことですよね。だから、うん、ペットを幸せにしたいなら自分が幸せにならない。自分が決してエゴっていうことじゃなくて、庇護者であり保護者であり主人として、私が運が良ければ結果としてこの子たちも運が良い、うん、っていうのが、その何でもかんでもそうっていうよりは、家族としての庇護下にある人たちの運の作り方です。美香さん、ぜひですね、こういう考え方取り入れてみてもらえればと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、セブンジーナオエッサさん、なかなか桜盆栽の花が咲かなくて、あ、うん、桜の盆栽、うん、いいっすね、桜の盆栽ね、花が咲かなくて悔しいです。マンションのベランダで日当たりが限られるからなのかなという、うん、びっくりというハテナマークがあるんですけど、うん、桜ね、盆栽屋さんって、うん、まあ、盆栽屋さんもそうだし植木屋さんもそうですけど、めっちゃ広い土地にブワーって盆栽とか植木を並べてますもんね。こうやって育てるんだ、少なくとも室内じゃない感じ、すごいです。植木っていうか、そういうのに詳しい人の、うん、好きな言葉があって、うん、木はね、うん、ハサミを入れると元気になるって言ったんですよ。手をかけてあげた方がいい、なんかね、要はその山とかに生えてる自然の木っていうのは手入れがないから、うん、もう生い茂って日が当たるところは育つ、逆に言えば日が当たらない木とか、うん、その中のものは枯れてしまう、うん、でもこういう手入れをしてあげると、その栄養を与えたいところに与えてあげられるようになるんだと、うんうんうん、だからハサミを入れるとね、木は元気になるんだよねって言葉を聞いたんですよ。なるほどね、かっこよくないですか。確かに、うん、なので私盆栽に興味を持ち始めてるんですけど、うん、はい、合ってますよ、うん、桜盆栽、うん、桜盆栽初めて聞きました。うん、なんかね、桜の盆栽っていいっすね、うん、は
まあ春にね、うん、春を感じるじゃないですか。確かに、うん、確かに。いやだからこの盆栽、しかもな、セブンジー直さ、さ、うん、さらっと、うん、もうすでに盆栽やってますね、うん、やってる、うん、すごいすごいですね。だからやっぱりいるんですよ、きっとやってる人は。年齢性別関係なく、だってぶっちゃけね、盆栽どこで買ったらいいのかもわからないし、何の盆栽買ったらいいのかもわからないし、あ、確かに、そう、確かに、むやみやたらに切ったっていけないでしょうし、うん、確かに。だからちょっとね、今度今年のね、うん、残りのテーマは、うん、盆栽ですね。どこで売ってるんですかね。調べないです、ね、まず花屋さんに売ってないじゃないですか、見たことがない、うん、観葉植物ともまたちょっと違いますからね、はい。なんかね、そのジュニア先生がしたら、うん、バーッと置いてある、うん、で、うん、私もイメージとしてあるわけですよ、うん、なんかどっかテレビとかで見た、うんうん、でも実際に見ます？盆栽を売ってるところ、うん、見ない見ない見ないですよね、うん、だからちょっとそれを調べて、うん、またあの来月にご報告をさせていただきたいと思います。お願いします。セブンジー直久さん、ありがとうございます、桜盆栽、うん、来年の春は、うん、ぜひ咲くことを願っております。続きまして美香さん、はい、なるほど、うん、納得です、ありがとうございます。よかったです。もう納得ということで、いや、異なる考え方もいっぱいあって、うん、それは個々に異なる基地があるんだよっていう方もいらっしゃるんですが、結局連れてくのはこっちじゃないですか、うん、となった時に、いや、そしたらあなたにとっていいところが一番いいところだよっていうのがね、うん、言いたいことです。もうあのぜひぜひ取り入れてみてください。はい、YSK1724 さん、はい、専門店ありますよね、盆栽ですね。ねえ、でも、ね、なんか我々の方が近い位置にありそうじゃないですか、うん、いや、本当調べたことがないから、うん、いや調べればね、うん、あとはね、盆栽フェアとか盆栽フェスとか、うん、いろいろ盆栽位置あるんでしょうけど、調べたことがないから全く想像もつかなかったです、うん、いや、あの専門店ちょっと探してみたいと思います、うん、で、うん、もうほんとね、うん、いきなり背伸びをするんじゃなくて、初心者からのものをちょっと一つ大切に育てられれば、確かに、まあその次に行こうかなと思いますけど、うんうん、ちょっとあの調べてみます、うん、はい、ありがとうございます、うん、上村奈美さん、はい、私は9月3日の朝活ライブの配信を見て見ていたこと、あ、ごめんなさい、9月3日の朝活ライブ見ていたにもかかわらず、うん、2024暦の表紙をパカッと開くことができず、うん、表紙に折り目が入ってしまいました。なるほどなるほど、うんうん、かなり落ち込みましたなるほどなるほど、来年は折り目を見ながら落ち着いて行動しようと思います、うん、ということで、確かに確かに、でもいきなり上村さんのものになったんですね、うんうん、そういうことです。良くも悪くも二度と戻れない自分の印です、うん、そうですよね、うんうん、なんかあの家とかもそうじゃないですか、家も傷がついて初めて自分の車、あの家、車も、うん、あ、まあ、でも、まあ、ちょっと落ち込んじゃったみたいだと思うんですが、うん、まあ、上村さんの有機小読みっていうのがいきなり初っ端からあったというのは、うんうん、またね、うん、いい運ですよね。それもあの、うん、1年間それを見ていただいて、あのその時の思い出を、そういうこともあったなって思い出していただければもうそれで十分です。十分です、うん、はい、続きまして、うん、CRTDW です、はい、埼玉県の大宮に盆栽町、うん、盆栽何、盆栽の町って書いて、うん、盆栽町というところに盆栽美術館があるのでおすすめです、うん、あー、ね、去年、違うな、数年前に盆栽ワールドカップみたいなのを開かれてたかも。ほう、各国の盆栽マニアによる、うん、そうね、日本だけじゃないですからね、今多分これが盆栽美術館でやってたんですかね、うん、で、こう、もうね、まずあるでしょ、うん、こういうやつとか、なんかありました、あえて、ほぼ枯れてるんだけども、ここだけみたいな、うん、白い枯れてる木もいいですね、なんていうのね、奥で、奥、うん、奥のやつがあるみたいです、今江戸時代から続くみたいな、そうだからもう芸術品、生きた芸術品で、ほら、あの増えることないから根は下がらないんですよ、盆栽って。増えることはない、うん、
あの、なんていうんでしょう、株が増えることがない。そうそう、うん、それ希少価値はなくなっていく一方のものだから、だから値段がね、どんどん奥になって何億ってなる。なるほど。ちょっと盆栽美術館の情報、うん、ありがとうございます。私、うん、買う前に行ってみて、うんね、大宮だったら ね、 そうですよね、行ってみたいです。ありがとうございます、うん、続きましてセブンジー直久さん、うん、確かに枝を切った方がまた新しく枝や葉が出てきますね、うんうん、ただ植物は難しいなと感じています。そう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 、テクニック、なるほどね、知識、テクニック、経験、私もちょっと、まあ、まだね、やるかどうかわからないですが、うん、すごい今盆栽に興味があるので、うん、いろいろ情報をいただきましてありがとうございます。引き続きこちらの、コメントの中に、うん、盆栽に詳しい方がいらっしゃいましたら、もちろん入れていただければと思いますので、ボタニカルイヤー、ボタニカルイヤーの話題として、うん、ぜひ楽しんでいきたいと思います、うんうん、では、はいはい、コメントが一旦ですね溜まっていますので、はい、事前にいただいているご質問に行きますが、はい、このご質問皆様で共有しながらも、はい、その時間帯に、自分の質問もしくは自分が投げかけたいこと、うん、私たちを応援してくること、そんな言葉をチャットの方にどしどしお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではご質問1お願いします、みどりさん、はい、体裁型、うん、大きな年の方位の方、はい、と書いて、はい、体裁型について教えてください、はい、私の本命星は2023年10月と11月に東と吉方位となっています、はい、今年体裁型は東と有機暦24ページにありますが、はいはい、大吉方位と考えて良いのでしょうか、うん、ということです。まずその暦の中に書いてある体裁型24、23、24、ね、うん、ここありますよ、 ここですね、うん、こっちね、うん、よいしょ、暦の中に書いてある体裁型の説明を読んでみると、方位の影響を大きく強めるのが体裁型と呼ばれるマークです。吉は大吉になる、凶は大凶になるため、体裁型を利用する際は吉凶確認を慎重にっていう、この説明多分ね、いまいち分かりにくいみたいなんですが、 まず確認していただきたいのが、その方角はご自身にとって吉方位ですか凶方位ですかになります。ちなみに佐藤さんにとっては東吉方位です。のその吉方位の吉凶確認は166ページ一番後ろのですね、うん、裏表紙というところに一覧がありまして、うんうん、今年1年ですかね、うん、があって、私は八白土星では吉方位ですね、10月11月が東になっております、うん、あとは七赤金星や豪土星にとっても東は吉方位になるし、うん、九紫火星の人も今年は東吉方位になる月がありますね。それ以外の全ての人にとっては東は凶方位です。東って書いてなければ、それ東は凶方位になります。これで吉凶確認ができましたと。そしたらその東が体裁型である。体裁型の意味は何かっていうと、あ、八白土星の佐藤さんにとっては吉方位だったんですね、ここ見たら。それ吉方位じゃないです、大吉方位ですになります。ただ六白金星のあなたにとっては東って書いてなかったんですね、それ東は凶方位です。ただ体裁型だから東は大凶方位になります。これが体裁型というやつです。吉方位は大吉方位に、凶方位は大凶方位に、方位の効能が強まるからそうなるということですね、はい、分かりました、ありがとうございます。分かりやすく24ページ、もう1回ですね、もし暦をお持ちの方は、23かな、体裁型の書いてある。23ページでこの方位のことがあって、はい、最近ね、あれなんですよ、近視で眼鏡あれなんですけど、外した方が近くが見えやすいんですよね、うんうん、ここに書いてありますので、うんうん、こちらもう一回見ていただいて、あと各方位の方にもあら、いろんなことが書いてありますので、うんうん、ぜひちょっとこちらを見ていただきながらということで、うん、よろしくお願いいたします、はい、続きまして、まだあのチャットの方には入ってますので、うん、ご質問2の方にお願いしたいと思います、はい、同じくみどりさんからです、うん、
一度しか行けない基地方旅行を選ぶ場合、うん、休息の10月より11月の助走の基地方旅行の方が より良いのでしょうかということでございます。了解。はい、これまず10月と11月どっちがいいのかの説明の前に、一度しか行けない基地方旅行の場合っていうところを取り上げて、ちょっと、はい、ご質問の趣旨とは違っちゃうかもしれないですが、はい、もしも1年の中で一度しか基地方旅行に行けない場合 と条件設定する場合、一番行っていただきたいのは基地方強化月間です。そこが一番方位の効能が強まりますと、2023年度だったら6月がそうでした、来年2024年だったら4月と1月がそうです。一度しか行けない場合と設定した人にこう赤枠になってるんですね。赤枠になってる、ね、一度しか行けない場合っていう設定した人に利用していただきたい暦の情報は、赤枠で囲われた基地方位強化月間です。毎年設定されていて、今年だったら6月、来年だったら4月、1月、再来年だったら11月っていう感じで決まっていきます。次に、もう10月と11月どっちの方がいいかの例えばの判断の基準として、休息と助走はどっちの方が方位の効能がより良いですかっていう、多分ご趣旨の、ね、そうですね、はい、ことだと思うんですが、休息と助走で方位の効能の差は一切ないです。だからそういうご質問に対してはどっちでもいいですっていう答え方になってしまうんですが、実際どっちでもいいなんていうことは暦の世界にはなくて、じゃあ10月と11月で効能に差が一切ないんだったら何が違うのかっていうと、10月の基地方位旅行の効能というか過ごし方であり目的はただ一つ、休息の基地方位旅行です。休息の基地方位旅行とは何かっていうと、勉強するためとか頑張るためとか自分のお金をいっぱい使ってくるためじゃなくって、そこに行くことで疲れが取れると、そこに行くことで緊張感が薄れると、そこに行くことでストレス解消になるであるとか、自分がエネルギー補給や養生回復することができるような基地方位旅行にできると効能が強まります。一方で11月は助走の月になりますので、その基地方位旅行をステップアップにして運に勢いをつけていくであるとか、その基地方位旅行をきっかけにして仕事や交際を再始動リスタートさせていくとかっていう、助走の基地方位旅行にすることができると効能が増します。さて、ご自身がやりたい基地方位の意味っていうのはどっちですか？休息にしたいんだったら10月を、助走とにしたいんだったら11月を、これで違いが出てくるので、それが助走休息のつく、休息助走の使い方になります。ありがとうございます。要は行動の指針みたいなのが休息だったり助走だったり、はい、繁忙だったりみたいな、はい、で基地方位の効能で使うのであれば、うん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 、休むための基地方位旅行、助走するための基地方位旅行、うんうん、一生懸命頑張るための基地方位旅行という意味合いで捉えて、自分はどれがいいですか、うん、で選んだ方がいいってことですね、はい、最終的にはどっちでもいいですよ、どうでもいいですよっていうことはないんですけども、効能の違いではない、作用の大きさの違いでは選べないっていう感じです。なるほど、ありがとうございます。はい、ではチャットのコメントをいただいておりますので、上村奈美さん、はい、ありがとうございました、うんうん、私の暦になったと言っていただき、そう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 、もやもやが晴れました、そうなん、大切にいたしますということで、自分印、はい、うん、はい、本当、まあ、もやもやが晴れていただいてよかったです、うん、はい、ミカさん、うん、有機暦のお話は、うん、自然の摂理のようです、何々しなければならぬではありませんよね、うん、土曜の木の上のこと、ペットのこと教えていただきありがとうございました、うん、とんでもないことでございます、はい、その実際には表現として結構強めな、何々するのは吉ですよとか、何々したら凶ですよっていう表現もあるんですけど、
もうこれ多分暦の話だけではなくてこの世界の摂理になると思うんですが、制約って人の運や個性を奪うんですよね。佐藤秀光はこうであらねばならぬってなった時点で佐藤さんのポテンシャルってやっぱ落ちるんですよね。あのこれスポーツとかでもそうらしいんですよ。でもこうであらねばならないってやった時点でその人の運動能力やあの頭の回転ってやっぱ落ちるらしいんですよ。当然暦の中に書いてあることもどう表現してあるかは別にして、これ以外は全て間違ってるとかこういうふうにしなくちゃそれ以外は全部認められないってやった時点でその人の運ってちゃんと落ちるから、それは運を良くしたいと思って暦使ってんのに自分で運を悪くしちゃうことになっちゃうからやめた方がいいよっていうのが元々の趣旨だったりします。うん、まあ、自然の摂理っていう部分で考えても、うん、自然、まあ、スピリチュアルな部分じゃないとしてですよ、うん、結局この世の中で生きてますからね、うん、暑い時は暑い、体調も崩しやすいし、うん、寒い時は寒いで、うん、もう縮こまって肩が凝りやすい、うん、でもそれって結局自然の中で生きているからこそですよね。あの、うん、常に365日、うん、空調が、うん、その一定である場合にはなかなかその変化ってね、確かにあの感じないわけですから、うんうん、まあ、やっぱり自然の中で生きる以上自然の摂理というものに合わせていくって大切ですよね、うん、大事です、大事ですですよね、うん、だからもう本当あのこの今美香さんがおっしゃってたように、うん、まあ、なんとかしなきゃいけないっていうのは自然の中で実はないですもんね。ない、うん、夏だから暑くなきゃいけないっていうこともきっとないんでしょうね、うん、ない、うん、人が言ってるだけ。冷夏は冷夏だし、うん、それも夏ですしね、暑い夏も夏ですから、うん、まあ、あのそんな形でちょっと自然を感じながら、うん、ね、まさにボタニカルイヤーの話題ですね。美香さんありがとうございます。ありがとうございます、はい、ではですね、はい、ご質問、事前にいただいているご質問が、うん、ここでもう終わっております、はい、でチャットの方も今一旦ここで終わっております、はい、で私たち、最後のご案内をさせていただきますが、うん、はい、チャットに入っているものは、うん、私たちはもう常に嬉しいので、それに必ずお答えしますので、最後の案内をしている間に、うん、を駆け込みでみたいなのがございましたら、うん、ぜひあの入れていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。お待ちします。ではあのいつもやっております、はい、最後のご案内、次回のライブ配信というのは、うんうん、変わらず、うん、第1水曜日、はい、11月の1日、うん、111になります、はい、忘れそうな方はチャンネル登録、こちらの下のところですね、 YouTube のチャンネル登録をしていただければありがたいなと思います。通知が行くんですか。ね、自ら通知をすると設定、うん、あのここに出てくるんですよ、うん、そうすると通知が来るみたいな、うん、まあ、あとは登録されてると、うん、あのアプリとかでアプリね、うん、とかで、あ、まあ、YouTube を例えばパソコンで見ていてもあるのかもしれないんですが、うん、あのライブ配信が開始しましたみたいなものは、うんうん、あの来ると思います。なるほど、はい、なので、ぜひそちらを登録していただく、次にですね、はいはい、あのこれはもう毎度お願いというか、うん、希望というか、うん、あの動画の下にこういうマークが押せるようになってるんです。いいねっていうのを押せるようになってるんですが、私たち、このいいねが押されていると、あ、今回も皆さんに楽しんでいただけたなって、ただ単純に喜ぶわけですね。もうしてくださっている人がいらっしゃるんですね、はい、はい。なのでもしですね、この番組を見終わった後でも結構ですし、これを押していただける方がいらっしゃいましたら単純に喜ぶということで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、では、はい、コメントの方をいただいております。はい、美香さんが笑顔マークのスタンプをいただいております。セブンジー直久さん、今日もお疲れ様でした、うん、貴重なお話ありがとうございますということで、こちらこそでございます。いつもご視聴いただき、しかもチャットにも参加していただきまして本当にありがとうございます、うん、では、はい、ここでチャットの方も終わっておりますので、はい、本日は、はい、今月はここで終わりにさせていただきたいと思います、うん、皆様、今月もご視聴いただきましてありがとうございました。また来月こちらの場でお会いできることを楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。